ぜひ皆さん通ってください。はい、さあ今回もいろんな情報をお届けしましょう。はい、さあそれではですね、まずはですね、編集部が見つけたイケてるネタをですね紹介するコーナーでございます。はい、今回もですねシティライフの編集部の吉村さんが紹介してくれます。お願いします。皆さんこんにちは、シティライフ編集部の吉村です。今回も僕がおすすめするお店を紹介します。まず吉村さんがおすすめするお店はこちら、茨城市南春日丘にあります佃煮昆布の無双庵。こちらの製品はすべて手作業で製造しています。原材料である昆布は北海道産天然昆布を使用し、炊き上がりがふっくら、なおかつ歯ごたえのある佃煮昆布となっています。今回吉村さんおすすめの佃煮昆布は三回七宝と三回八宝です。こちら2種類はあると思うんですけど、はい、この2種類の違いって何かあるんですか？そうですね、当店の方は商品が2種類七宝と八宝のみとなっているんですけども、はい、七宝の方は昆布の他に椎茸、タケノコ、ちりめんじゃこなどを一緒に入れて煮詰めたものとなっております。それに比べまして八宝はそれに一品山椒の実を加えて煮詰めたものとなっております。あ、そうですか。はい、この佃煮昆布なんですけど、こだわりの部分って何かあるんですか？そうですね、当店の商品はどちらも全て国内産の原材料のみを使用したものとなっておりまして、特に昆布の方は北海道の道南産の天然和昆布のみを使用しております。こちらは肉厚で大変、歯ごたえがありまして、はい、お客様に楽しんでいただけるかなと思っております。ですか。味付けにもこだわりがあるとは思うんですけども、はい、試行錯誤の上、室味から花かつおに至るまで当店を独自の配合で作った出汁を使用しておりますので、はい、ぜひ一度ご賞味いただければと思っております。こちら無双庵さんは店内で試食もでき、お好みの商品を選べます。そこで吉村さんも試食昆布をいただきました。肉厚で美味しいですね。最高です。今回ご紹介した佃煮昆布の無双庵のおすすめ商品はシティライフのホームページをご覧ください。今回一軒のお店を紹介しました。北摂おすすめの商品です。ぜひ皆さんも一度味わってみてください。最高です。さあいかがでしたでしょうか。なんか吉村さんにしては珍しく、はい、ね、うん、ちょっと大人な感じの、そうですね、いつもガツンっていうのを、ね、はい、紹介してあるんですけども、はい、がっつり系が多いですけどね、でもそんな吉村さん、はい、外れなしでございますから。そうなんですよ、めちゃくちゃ楽しみですよね。楽しみです。いただきたいと思うんですけれども、うん、はい、3回七宝と3回八宝、はい、8の方が山椒が入っているのかな、入っているということで、ね、じゃあ7からいきますか。はい、いいですか。どうぞ。わあ、でももうやっぱり艶があってね、ね、綺麗ですよね。ではいただきます。味出てる。出てますか。味出てる。この甘さと辛さのこのバランス絶妙ですよ。本当ですか。うん、じゃ僕もじゃあまず7からいった方がいいかな。うん、そうですね、両方いきますか。じゃあ7からいきますね。しっかりしたお味で、ね、こういう、うん、ね、お茶とっていう組み合わせもいいですけれども、うんうん、白いご飯にっていうのもいいでしょうね。いくらでもいけますね。はい、昆布もええの使ったはるわっていうのが分かりますね。うん、どうですか。いいです、ね、すずらお茶に、はい、ちょっとね、渋めのお茶の方がこれは僕はおすすめできしますね。なんかいいですね、うん、昆布の甘みがよく出てますからね。はい、うん、じゃあ8行きたいと、山椒入ったところね、うん、いただきます。見た目似てるんですけど、はい、全然違いますよ。違う。山椒入ることによって、うん、
アクセントがガツンときますね。本当ですか、うん、じゃあちょっと僕も。あ、本当や、ね、うん、これお酒に合いそうな感じしませんか。うん、サンシャリはちょっと日本酒、うん、あ、冷やでちょっといってもいいかもわからない、ね、あ、いいですね。ナナの方はご飯とか、うん、うんうん、ちょっと使い分けるのもよろしいですね。なんかまったりしちゃいますね、うん、こういう味が私も分かるようになったか、うん、うん、大人の味です。なんか自分好みの昆布をこう見つけるっていうの、ね、そうですね。あとだから、うん、7は子供さん、うんうん、8は大人、うん、まあ、あ、親が食べると、はいはい、入れてもいいし、うん、おつまみにしてもいいし、いいっていうようなね、ということですよね。はい、今回のねご紹介した、はい、あの商品に関しましてはですね、うん、良品探訪ショップと検索してください、はい、それではあのそしたら詳しいね情報が載っておりますので、無双庵と出てきますからね、はい、茨城市の南春日丘にある無双庵の佃煮昆布ご紹介いたしました、はい、いや美味しかった。